合成麻薬 MDMA を所持したとして、警視庁は16日、女優の沢尻エリカ容疑者33を麻薬取締法違反の疑いで緊急対、沢尻容疑者は私のものに間違いありませんと容疑を認めているという、警視庁は一継続的に使用していた疑いがあると、 入手ルートについても捜査を進める。発表によると、沢尻容疑者は16日午前8時45分、頃、東京都目黒区門屋の自宅マンションで、カプセルに入った MDMA の粉末 0.09g を所持した疑い。掲沢尻容疑者が薬物を持っているとの情報を得て、 同日朝からマンションを捜査。自室の棚の最上段にあったアクセサリーケース内から袋に入ったカプセル2個を発このうち1個の中身を鑑定したところ MDMA と確認された。沢尻容疑者は母親と二人暮らしで捜索時には母親と自宅にいた。抵抗する様子はなく取り調べにも 素直に応じたという。カプセルは1個が1回分の使用量とみられる。警視庁は1沢尻容疑者の尿管運転を進めている。沢尻容疑者の所属事務所のエーベックスマネジメントは、現在、事実関係を確認しています。本人の処遇について、捜査の進捗進捗を見守りつつ、 厳正に対処してまいりますとのコメントを発表。沢尻容疑者は2005年の映画、パッチにギャドラマ、1リットルの涙などに出演。12年の、ヘルター・スケルターでは、日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞し、20年1月スタートの NHK 大河ドラマ、キリンキリン。戦国大名、斉藤道造の娘。 後に、織田信長の妻となる、脳姫役として、出演予定で、収録は6月から始まっている。NHK は、事実関係を確認中として、現在公開中の沢尻容疑者が出演する映画、人間失格、太宰治と三人の女たちを配給する松竹は、状況を確認、対応を協議すると説明した。 MDMA は、覚醒剤と似た、化学構造の結晶性の粉末合成麻薬。エクスタシーともより、錠剤やカプセルの形で密売される。1980年代に、米国で広まり、日本では89年に、麻薬取締法の規制対象厚生労働省などによると、強い幻覚や幻聴。 精神障害を引き起こし、心不全を誘発して死に至ること。